急に呼び出してすまない。実はあれから幸の様子がおかしくなり始めて。さっきからずっとこんな調子なの。何をしても反応がなくて。もう一度サチさんを解析してみたんです。そうしたらブラックボックスが大きくなってきていて、このままではサチさんの思考機能がブラックボックスに飲み込まれてしまう可能性があります。それだけは絶対に避けたい。協力してくれないか。ありがとう。それで具体的にどうするつもりなんだ。このままここで彼女を囲んで心配していたら何か変わるのか。エイジ君、僕は事実を言ったまでですよ。アスナさん、ユイ、解析をしていて何か気づくことはなかったか。何でもいいんだ。とにかく今は一つでも多く情報が欲しい。そうですね。強いて言うなら、ブラックボックスの形が妙だったと。いどういうこと。うまく言えないのですが、何か硬くて光るもの。そう、まるで氷や鏡の破片のように見えたんです。破片。このクエストの名前は夜の女王よね。何か関係が。女王、ガラス、破片。何か聞き覚えがあるような。そうだ、あのお話。心当たりがあるのか、アスナ。うん、雪の女王っていう童話があってね、昔お母さんに読んでもらったことがあるの。悪魔の作った鏡の破片が男の子の心に刺さっちゃうお話。そのかけらのせいで男の子は悪い子になっちゃうの。あ、知ってるかも。友達の女の子がその子探しに行くのよね。そう、男の子は雪の女王に連れ去られちゃうんだけど、友達が雪の女王の宮殿に行って男の子を連れ返すの。もしもこのクエストがその話を下敷きにしているのだとしたら、クリアすれば。断言はできないけど。童話を下敷きに？ GGO にしては珍しいクエストね。そうですか。よくある話じゃないですか。カーディナルシステムのクエスト自動生成機能を利用したゲームの場合は確かに珍しくはないわね。クエスト自動生成機能を使用したゲームでは世界中の伝承をもとにストーリーが自動生成される。でもGGO はその機能を導入していないのよ。クエストは全てザスカー社が作っているはずなの。確かに GGO のクエストは SAO や ALO とは違う雰囲気だったわね。もしかしてザ・シードネクサスが GGO のシステムに干渉している。そんなことは。いや、待って、完全にありえないとは言い切れないかも。もしザ・シード・ネクサスの影響でこのクエストが発生したのなら、何かの話を下敷きにしている可能性は高い。だとしたら早くこのクエストをクリアしなきゃね、キリト君。そうだな、急ごう。これなら使いますよ。
アスナ、ありがとうございます。敵がいます。接近戦はいけない。了解です。続きます。裏切りを投げます。はっ。で、どうでしょう。狙いましょう。狙いは定めました。スナイパーだ。各種警戒。助けてください。すごいな。ヘイトの分散をお願いできますか。チャンス、燃えてるわ。素晴らしいです。ありがとうな。狙いましょう。ふっ、やっ、ふっ、はっ。レアモノか。よかったな。うわ、レアアイテムだね。おめでとう。了解です。いえ、はっ。使いますよ。エネミーを発見。回復するね。グレネード行くよ。投げるよ。倒しました。素晴らしい結果です。サポートするね。そうだな。行きますよ。エネミーを発見。接近戦はいけない。攻撃が集中しています。最高です。アファシス、力になれてよかった。近寄らせないで。投げるぞ。そして行きましょう。勝利の力です。敵がいます。素晴らしい結果です。爆をかけるよ。アスナ、ありがとうございます。決めます。敵がいます。この調子でいきましょう。やるな。やるな。ステータスダウン。決まった。狙いは定めました。決まった。素晴らしい結果です。わかった。ナイスプレー。寝れるのです。バフをかけるよ。準備は整いました。サポートするね。キリト君、何これ。
エネミーを発見。最高です。任せてくれ。グレネード行くぞ。アファッシュ恐縮です。倒しました。ナイスプレー。キリト、ありがとうございます。ヤッキー。はっ。エネミーを発見。接近戦はいけない。了解です。投げるよ。オッケー。行けば。トロ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 。ステータスダウン。ゲストの分散をお願いできます。スタンスダウン成功。ごめんな。この調子でいきましょう。手応えありです。最高です。素晴らしいです。素敵。ブレイズ状態、攻め時です。これなら、使いましょう。なんでしょう。そうだな。ふっやい。はっ。照れちゃいます。敵がいます。フェイントが使える。あって見えますよ。クリティカルです。手応えありです。やりましたね。狙いましょう。狙いは定めました。いや、レイクル通過をする。狙いましょう。うわっ。さすがだね。チャンス。狙いは定めました。アファシス、力になれてよかった。ヒントが集まってます。どうだ。素晴らしい結果です。おめでとう。助ける鍵があるかもしれないのに。レイちゃんがいるのに扉が動く気配はなし。ということは
何か別の条件が必要なのね。もうすぐ朝だ。今晩中にその条件を見つけるのは無理だろう。そうね。ここは一度解散して、また明日改めて作戦会議を。いや、ダメだ。キリト君、サチの様子はどんどん悪くなってる。次にログインした時、サチが無事とは限らない。俺はここに残る。みんなは言ってくれ。この扉を通るための情報はここにいては集まらないだろうし。たった一人でダンジョンの最深部に。このままサチを放ってはいけないんだ。もう二度と会えない可能性だってある。またそんなことになったら。お前だったら私も残るよ、キリト君。二人でサチさんを守りましょう。アスナ、ここをキリト君たちに任せて手がかりを探しに行くとしても、手当たり次第じゃ時間がかかりすぎるわ。そうね、せめて何か手がかりがあれば。お、どうしました、マスター？扉に何か？どうしたの？実はここに来る前に雪原エリアにいたのです。雪原エリア、夜の女王クエストと同時期に解放されたエリアですね。間違いない。そのエリアがこのダンジョンを攻略する鍵だ。よかったね、キリト君。あと少しだけ我慢しててくださいね。行きましょう。